はい。
こちら特設ステージにおきまして陸上自衛隊高等工科学校の皆さんによります大課太鼓をお送りいたします。まもなくの開演となりますのでお時間まで今しばらくお待ちください。大丈夫ですか？探しに行く。
ように様々な国の文化や音楽、そして食などをご体感いただき、世界を身近に感じていただけたらと思っております。佐賀学校和太鼓部大加代子と申します。かっこよく入場してみてください。生徒たちは全員高校生の年代です。高校1年生であたる1年生手を挙げて、はい、2年生手を挙げて、はい、3年生手を挙げて、はい、ということで、本日3年生がおりません。と言いますのも、3年生は先週引退をしてしまいまして、新体制となって約1週間、そしてこんなにたくさんの方の前でいきなり演奏するということで、生徒たち非常に緊張しておりまして、この平日もずっと練習は続けていたんですけども、なかなかうまくいかない、なかなか合わない。ああ頑張れた、ありがとうございます。もう皆さん見てわかりますよね、この顔がこわばった感じ。って言っても全然ニコリともしてくれないんですよね。それぐらい緊張しております。ぜひ皆さん、温かい拍手で生徒たちを盛り上げていただければと思います。よろしくお願いします。本日4曲演奏させていただきます。まず1曲目はやまびこという曲になります。この曲は、我々陸上自衛官としてですね、守るべき国土、この山、そういったものに小玉が響き渡る、そういった情景を描いた曲となっております。では1曲目から全力で演奏してもらいたいと思います。それではお聴きください。やまびこです。
隊の方から紹介いただきました通り、陸上自衛隊高等工科学校